ザ・キラーズはアメリカラスベガス出身のロックバンドである。キーボードやシンセサイザーを多用した、口ずさみやすいニューウェーブサウンドを壮大に鳴らす4ピースバンド。ザ・ストロークスやザ・ホワイト・ストライプスと同じく先にイギリスで人気に火がついて世界的ブレイクを果たしたアメリカのバンドである。先の2組とともにイギリスで最も人気があるアメリカのバンドの一つである。 ザ・キラーズ2006年バンド名はニューオーダーのクリスタルのミュージックビデオに登場する架空バンドの名前を拝借している2001年デイビットがメンバー募集告知をフリーペーパーに出しブランドンと出会う後にマーク・ロニーが加わる2003年にデビューを果たし2004年にデビューアルバムホットファスをリリースするミスター・ブライトサイド サムバディ・トールド・ミーなどのヒットシングルを生み、アルバムは全世界で合計700万枚を売り上げた。2004年には、フジロックフェスティバルに出演した。2005年、イギリスのグラストンベリーフェスティバルに出演する。当初ヘッドライナーに予定されていたカリー・ミノーグが、乳がんと診断され出演をキャンセルし、代わりにこの大役をオファーされる。しかし、まだバンドの活動期間が短いことや、 アルバムを1枚しか発売していないことを考慮し、ヘッドライナーでの出演は辞退した。2006年、セカンドアルバム、サムズタウンを発表し、ボーンズのミュージックビデオをティム・バートンが監督。出演者も、シンシティのデボン、アオキなどが出演し、豪華なミュージックビデオになっている。ザ・キラーズ2007年2007年、リード・マイ・マインドのミュージックビデオは東京を舞台にしており、 ガチャピン、森康人が出演している。同年にコンピレーションアルバム、ソーダストを発表し、グラストンベリーフェスティバルでヘッドライナー出演を果たした。2008年、サードアルバム、デイエイジを発表した。2009年、ヘッドライナーとして、コーチェラフェスティバルに出演した。2012年、ホースアルバム、バトル・ボーの発表。2013には、 ウェンブリー・スタジアムでのライブを成功させる。同年10月には6年ぶりとなる来日公演を果たした。2017年5作目のアルバムワンダフルワンダフルを発表。バンド初となる全米1位、デビューアルバムから5作連続となる全英1位を記録した。2020年6作目のアルバムインプローディング・ザ・ミラージュをリリースする。フロントマンのフラワーズが ホールアートボーイ、パニックアットザ・ディスコをはじめとする絵も、ポップパンクバンドを批判している。また、ザ・ブレイブリーについても批判している。これらのコメントについては彼は後に謝罪をしている。レッド・チェッペリンとニルバーナに関しては、王座から引きずり下ろしたいとフラワーズはコメントしている。発売日は、アメリカにおいての発売日である。US や UK は、各国における、 チャートの最高位を示している。ありがとうございます。